ばんは、ひなたです。こんにちは、こんばんは、変顔嬢です。どうも、かしちゃんです。やばい。今日はですね、ですね、このお二方が私のお家に泊まりに来ました。イエーイ。ということでね、こちらのラブジェンガをやっていきたいと思います。このね、ラブジェンガはね、なんかピンクのやつに名前が書いてあるのでね、それをね、聞いてね、ちょっと恋愛話をちょっとしようかなと思います。イエーイ。それでは、行きたいと思います。誰から行くか。最初はグー、じゃんけんぽい。1番目だね。どういう順番？こうやって回るか、こうやって。あ、おーおーおー。それでは、行きます。どうぞ。あ、怖っ。え、なんかもう揺れてるんだけど。普通のジェンガと違いますからね。ラブジェンガですからね。3周回る間、正座。今も正座してますけれどもね。はい、でございます。はい、でございます。カスちゃんでございます。怖っ。全員からあだ名をつけられる。まあまあね、まあまあ、これはいい。さあ、あだ名をつけたまえ。すんごい大事ね。しげつめってとどんで。何がいいかな。わさび。じゃあ、こう、カスちゃんのね、名前、あだ名はカッスンとわさびですね。イエイイエイ。じゃあ、私いきます。最近キスしたの。いついつだっけな。2014年の12月だ。あ、12月だ。好きな異性のタイプを発表する。おお、これみんな、皆さん、みんな必見ですよ。必見必見。耳クソほじくってちゃんと聞いてね。鼻クソでしょ。やっぱ身長が高くて。おお、からの爽やか。おお、からのスポーツ系男子とかね。そうそう、バスケ部だとなんかいいんじゃない。なおよし、なおよし、なおよし。あと面白い人もいい。あ、いい。面白い人はやっぱ笑顔がかわいい。おお、いっぱいありますよ。皆さん、赤い理想のため、皆さんなんですね。じゃあ行ってみよう。はい。でででででれん。マジで。SNS で自分が何々フェチかを発表。はい、ツイッター開きましょうかね。アカウントはこちらです。こちらです。こちらです。はい、ツイートしました。ツイートしたんでね。ツイートしたんで、よかったら見てください。はい。左隣の人のおでこの熱を測る。ちょっと一礼しますよね。35度。うん、低い。これは男女でやった方が楽しいですね。キュンキュンするね、多分。右隣の人と10秒間無言で見つめる。じゃあ10秒間測ります。どんな心境でしたか？なんかもうすごいドキドキしてた。やばい、これレズかもしれない。やばいわこれ。右からよだれが出ました。はい、何でしょうか。お金ないって、うん、ゲーム終了後みんなの飲み物を買いに行く。ありがとうございます。ありがとうございます。お金ない。もう一回ジェンガを引く。おお。ラブ意味が分かんない。ラブです、ラブです。右隣の人に命令できる。あ、です。なんでここ来るんだな。狙われてるな。狙われてる。私集中攻撃されてる。今パッと頭に浮かんだ伊勢の名前を大きい声で言って好きだという。あ、いい勝ちで。名前を言い、好きだ。名前を言って叫ぶ、思いっきり叫ぶ。カスちゃんの好きな人の名前を叫んで、その後に好きと言うまで3、2、1。はい、初めて好きだ。素晴らしい。左隣の人の命令に従う。お、従うって思う。そうだよ、うん、従う、うん、何しようかな。女王に命令か。女王に命令。女王様に命令。女王様に命令。やべえ。じゃあカメラに向かって投げキスをする。おお。皆さん欲しいですよね。皆さん欲しいですよ。マジで欲しいですよ。じゃあ変顔女王の投げキスまで3、2、1。はい。ではネクストタイム。行っちゃう？行っちゃう？
したんだろうね。これかな。恋人への過去のプレゼン、過去の最高額プレゼントは、クリスマスプレゼントにあのコルクボードを作って渡したっていうのが一番面白いかな。はい、楽しみました。イエーイ、楽しい。楽しかった楽しかった。みんなの女性事情分かったかな。みんなももしよかったらこのラブジェンガのね、買ってみてやってみてください。やってみてください。あのね、クラスのね、ちょっと気になる人とやろうって言ってね、クラスでやるのも結構楽しいと思うんで、よかったら皆さんやってみてください。それじゃあ